先輩の魔女がですね、修行している街っていうのは、歌舞伎町みたいな街で、服城やそのお客さんの相手をしているという意味です。落ちていく先輩の魔女っていうのをものすごいゆっくりと見せているんですよ。キキの母の小霧っていうのは、堕落した存在なんですよね。キキがですね、旅立った夜ですね、満月の夜にですね、生まれ故郷を旅立つんですけども、宝庫で空を飛んでるとですね、先輩の魔女と出会うんですね。 先輩のかなり美人なですね、森本浩二さんがキャラクターデザインした先輩、一年先輩だから、まあ一歳年上ですね、えー、魔女とですね、一緒に飛んでるところです。で、えー、キキはですね、あの、先輩の魔女からですね、あなたなんか得意なことあるの私は占いをやってるわっていうふうに言われると。そのキキはすごい感心するんですね。で、 この先輩ですね、機器よりかなり魔法が上手でですね、機器は例えばハンド動なしに飛べないんですよ。つまり、この魔女を見つけた時も魔女に近づこうとして、先輩魔女に近づこうとして、体を左へ傾ける。傾けないと進路が変えられないんですね、飛行機みたいに。で、傾けた瞬間に一回、放棄の高度がガクンと落ちて、そこからグワッと上がりながら魔女に近づく。つまり、動作が大げさでないとですね、機器は方向転換できないんです。 しかしこの先輩の魔女はですね、じゃあねって言って危機と別れる時に足首だけクイッと伸ばすんですよ、ね。こう、放近またがってて足首だけクイッと伸ばすことでですね、 このマジはシュッと予備動作なしにですね、キキみたいに力を入れずにそのままシュッと放棄が上昇してで、キキの反対側に回り込んで、えー、あなたも頑張ってねって言いながらですね、自分の街へ降りていくシーンがあるんですけども、このですね、その飛ばし方のうまさはですね、この先輩割とあの、いい人ですね、あなたも頑張ってって声をかけるんですけども、自分の街に降りていくその美人の先輩をキキはいいなというふうに憧れるんです。この辺はセリフで、 わかる展開なんですけれども。しかしですね、この先輩の魔女がですね、今修行している街っていうのがですね、絵で出てきます。これが絵だけで説明される設定ですね。先輩の魔女がずっとこの後こう高度下げて降りていくんですけど、この街です。これ宮崎駿のですね、わかるでしょっていうサインなんですね。街は小さいのに、やたらネオンサインが多いですね。しかも中央、この部分、えー、注目してください。 先輩のちょうどあの、あの、宝器のあたりですね。風車にも赤いネオンサインがあります。で、これあの、適当な色指定ではないんですよ。絵コンテにもきちんとですね、赤い風車のネオンっていう風に指示があります。で、世界広しといえどもですね、風車が赤いネオンで輝いてる場所、赤いネオンで飾り付けられてる風車っていうのはですね、世界中でここしかないんです。パリのムーラン・ルージュ。 です。これ、あの、パリのキャバレー・ムーラン・ルージュで、今は割と上品な場所になってるんですけども、1950年代、60年代、つまり宮崎駿の青春時代は、もう本当に歌舞伎町なんですよね。世界の歌舞伎町みたいな場所だったんですよ。つまり、ここっていうのは歌舞伎町のような風景で、子供たちにはファンタジー映画に見えるように作りました。でも、子供を連れてきた大人の皆さん、私たち大人にはこの赤いネオンの風車でわかりますよね。世の中そんなに甘くないってことですよね。 っていう、宮崎駿のメッセージです。で、絵コンテにもこのシーンですね、先輩の魔女との掛け合いでですね、危機のような田舎娘を翻弄するのは簡単っていうふうに書いてあります。なんで、この先輩魔女は危機のような田舎娘を翻弄するのは簡単っていうふうに書かれたのかっていうと、演出指示が書いてあるんですけども、先輩のセリフのです、ね、ニュアンスが変わってくるからですよね。先輩の魔女がですね、ピアスなどのアクセサリーを身につける意味も徐々に徐々に分かってくるんですよ。 つまり、最近はこう,いう占いをやってるっていうのは、歌舞伎町みたいな街で、婦審やそのお客さんの相手をしているという意味です。え、1989年の舞台、現代を舞台に世間知らずのですね、13歳の女の子が都会に出てたった一人で暮らすっていうのは、こういう誘惑とかこういう危険性があることだっていうふうに、宮崎駿は描いているんですね。でも、それを子供たちが見てるときは、 ああ、なんか美人な先輩がいて、えー、彼女はやってるのに、あ私は大丈夫なのかなというふうに、子供が共感するように作られてるんですけども、ところが大人が見ると、ちょっと待てよ、あんなところに降りていくと、都会で女の子が一人で暮らすのはそういうことなのかっていうような二重の意味で取れるように作ってるんですね。この世間知らずの女の子が13歳で田舎にから都会に出てきて暮らすと、この意味とか、あと、 どんな危険があるのかっていうところから宮崎駿は目を離さないんです。ジブリの教科書っていうですね、もうこれ僕がよく使ってるですね。基本的に宮崎駿の作品を語るときのまあ基本文献みたいなやつなんですね。これあのジブリ自体が発行しているですね、まああの公式文章みたいなもんですから、それのですね、74ページですね。これは架空の国の魔女が出てくる架空の話ではない。現代の社会で女性が遭遇するであろう話を書くんだ。というふうに宮崎駿ははっきりと決意を述べています。現代の社会 つまり、これは1960年代のヨーロッパの話じゃなくて、現代の話なんだよっていうのは、ここなんですよ。宮崎駿が書こうとしているのは、あくまで1989年、現代のバブル期の日本で、若い女の子が一人で田舎から都会に出てきた時に、どうなってしまうのかって話なんですね。つまり、魔法があるから、一人でも暮らせるんだっていうですね、そういうハッピーな話ではないんですよ。もちろんそういうハッピーな結末になるんですけども、 その裏にはどんなリスクがあるのかっていうと、綺麗事のファンタジーを見たがってる、その子供たちのために、そういうリアルすぎる視点っていうのは映像だけでしか見せないんですね。こういうふうに、この映像だけでしか見せない伏線設定っていうのはそういうようなことなんですけど、子供たちはちゃんとファンタジーに浸れるように使ってるんですけども、子供たちが気づきにくい映像ではですね、先輩の魔女がちょっと綺麗な魔女が、この歓楽街というか、楽街に降下していく。 降りていくところを描くんですね。つまりその落ちていく先輩の魔女っていうのをものすごいゆっくりと見せているんですよ。よ それに対してキキが全く気づかずに憧れて見ているっていうような、そういう視点で見せてるんですね。先輩はキキに対して、あなたも頑張ってって声をかけてくれるけど、キキはその先輩のその痩せ我慢の声援に気がつかないんですね。あなたも頑張ってっていうのは、そんな軽い言葉じゃなくて、彼女の見えというか、頑張っての裏にはですね、あやっと一年が終わってもうすぐ帰れるってウキウキした口調で言うと。つまり、 この街での生活が実は結構辛かったこととか、あと女であるゆえのなんかしんどかった経験というのには気づかせないんですね。だから、この時の危機の目線,目線というのは、まあ、田舎の女子中学生がですね、東京でキャバ嬢をやっている、 なんかこう、お姉さんたちのしんどさがわかんなくて、インスタ写真だけで見たですね。こんなセレブの生活をしてみたいと、あ、キャバ嬢っていうのもか,かっこいいなっていうふうに思ってるという、そういう憧れてるようなもんなんですね。宮崎駿の劇場アニメっていうのは、セリフよりもこういう映像に仕込まれた説明とか伏線がやたら多いんですね。そのさっきのムラン・リュージュもそうなんですけど。だから画面で何かちょっとあれって思ったら、 あの、調べる癖をつけてくれたらですね、割とあの、実はかなり設定作り込んでることがわかると思います。も、ま、う、あ、この辺面白いです。えー、もう一つですね、映像だけで説明してるシーンがあります。 え、これですね、あのー、キキのお母さんですね、魔女コキリなんです。コキリさんっていう魔女なんですね。でですね、コキリはですね、このフラスコとかメスシリンダーとかですね、まああとスポイドまでまるで化学実験しているような感じで魔法の薬を作っています。でも、見てほしいのは、こ注目してほしいのはですね、このコキリさんの映ってる画面の左端にあるこの巨大な釜なんですね。 で、花が刺してあるから花瓶かと思うんですけど、これ違います。で、えー、小霧さんがこの他、小霧が映るシーンには必ずこの大きな釜が映、えー、ってます。必ず映ってるんですね。それも観客に気づくようなレイアウトですね。奥に置いてあったりですね。あと、ま、別の場所にあったりするんですけども、割とね、えー、観客に気づか、気づきやすいですね。レイアウトになっているんです。で、えー、この大きな釜にはですね、名前があります。 名前はですね、この本編中には出てこないですけども、コルドロンと言います。えー、コルドロンという、この釜の名付け親は、えー、ウィリアム・シェイクスピアです。このアニメ、見たことのある人ほとんどいないと思うんですけども、コルドロンというのは、あの、30年ぐらい前、東京ディズニーランドでシンデレラ城ミステリーツアーというのがあったの知ってますかあのね、僕ね、参加したことがあるから覚えてるんですけども、えー、これあの、1985年に公開したディズニーアニメのコルドロン。 なんですけど、まあ、多分それのイベントだったんですよね。で、えー、それの中に出てくる魔女が、えー、悪魔の薬を作るときに使う大釜です。僕らがよく魔女が、あの、ほら、薬を煮ているっていうとき鍋で煮ている映像とか漫画とかでよく見ますね。それのイメージ元っていうのはすべて、そのシェイクスピアのマクベスの第4幕なんですね。 えー、マクベス第4幕で3人の魔女が洞窟の中でですね、大釜を焚いています。で、その中にはですね、腐った内臓、毒入り引き換える、ハリネズミの目玉、肝臓とかなんか、そういうふうなものがいっぱい入ってて、で、えー、ダブルダブル、えー、トイルトラブル、増やせあ、増やせ、苦労と心配よ、っていうふうに言うんですね。で、ファイヤーバーンコルドロンバブルズと、炎を燃やせ、コルドロンを煮立てろっていうです。 ここあの第4幕はもうここから始まるんですけどもですね。なので、あの、魔女がですね、あの、大きな釜を持っているということは、イコール、シェイクスピアのあの、マクベスのコルドロンだっていうのを、これを連想してくれることをですね、宮崎駿期待してるんですよ。だって、シェイクスピアのマクベス。 マイナーな作品、テンペストとかだったともかく、シェイクスピアのマクベスぐらい全員見てるでしょっていうですね、学習院大を卒業したですね、宮崎駿はですね、大人の観客にそのレベルの教養を要求するんですけども、無理ですよ。僕もマクベス見たことがないです。あの、たまたま20年ぐらい前にシンデレラジオのミステリーツアーに行ったんだ、行ったから知ってたけども、普通それ気づかないんですよ。でも、 気づいてほしいからわざわざその小霧さんお母さんが映る時にですね何回も何回もこう映すんですよねえ。つまりこの大釜はですね魔女の薬を作るコルドロンでありですね。もう一回戻しますね。この大釜は魔女の薬を作るコルドロンであり、キキの母の小霧っていうのは正当なる魔女の後継者なんですよ。で、しかしこの小霧さんはですね堕落してしまってですね、あのコルドロンっていうのは今やったんだる。 あの、ドライフラワー入れになってるんですよね。ドライフラワー入ってるんですけどもですね。小霧はですね、結果、せっかく親から受け継いだコルドロンはですね、先祖から受け継いだコルドロンはドライフラワー入れになっていてですね。で、こ、え、小霧は、た、あの、今、化学用具ですね。さっき言ったビーカーとか、あの、メッシュシリンダーとかですね、スポイドとかで魔法の薬を作るという。 いわゆるこう堕落した存在なんですよね。で、いろんなですね、魔女の宅急便の考察とかブログとかですね、評論を見てもですね、キキの母のコキリっていうのは、田舎町で平和に暮らして、人間の男の人と結婚して、子供まで生まれてると。つまり、魔女のロールアウトモデル、幸せな、いわゆる成り上がりであるというかですね、まあ、キキも将来、このコキリみたいな素敵なお母さんになるんでしょうね、みたいに。 語られてるんですけども、それはですね、その一般人の感覚でですね、宮崎駿的には違うんですよ。宮崎駿もですね、魔女の一族というかですね、宮崎駿もアニメという魔法を使う、絵という魔法を使うですね、その職人の一族の系風なんですね。だから、小りっていうのはですね、魔女の一族から受け継いだ魔法の王鴨コルドロンを使いこなせなくて、ドライフラワーの花瓶にしてしまったような人なんですね。で受け継いだ数々の魔法も忘れてしまってるんですよ。 で、もう最近は魔女もどんどん少なくなってしまって、魔法もだんだん途絶えてしまって,て、時代のせいみたいに言うんですけど、違うんですね。あの、 大釜で本来にな、になければいけない薬草を化学薬品で適当に作ってるから <laughs> あ、あの、アルコールランプでちょちょっと適当に作ってるから、効くか効かないかわかんないリュウマチの薬しかできないんですよ。で、おばあさんに、でも私のリュウマチにはあなたの薬が一番効くわって、それはもうね、それを言ってくれる人は近所のおばあさんだけになってるんですね。小切さんね、実は彼女として、 よくよく見てみると、割と落ちこぼれて、それを時代のせいにしてって、で、セリフだけを聞いている僕らは、それをまともに受け取っちゃうんですね。だから、小切はダメ魔女としてですね、結構失敗するんですよ。これ、あの、原作にはないシーンなんですね。 コキリがその魔法で失敗するシーンというのは原作にはなくて宮崎駿が勝手に付け足したシーンなんですけどもですね、キキが今晩出発するわって待ちなさいって言った瞬間に手の中でボンド爆発しちゃうんですね。で、これを割れてユーモラスに語って魔法っていうのは感情が高ぶったらパワーが上がるみたいな表現に変えてるんですけども、これはね、本当にあのダメ魔女だからなんですよね。で、こうやって、まあ、やり直して作った薬もですね、その おばあさんにですね、あの、あなたの薬は私には効くわと言ってもらえる程度のレベル。つまり、もうね、今や、信じる人にしか効かないっていうですね、あの、プラセボレベルっていうのかな。そういうふうな薬しかも作れなくなっちゃってる。じゃあ、その小麒りはですね、自分を嘆いて真面目に魔法に取り組んでいるのかというと、違うんですよね。こっち見てみるとですね、もうあのー、こういうふうにですね、薬草の前の段階みたいなものを抽出してですね、で、本来これね、 魔女の勘とか本能で分量を測るべき薬をですね、もう本当にあの精密な量天秤で測ってグラム数出してるんですねで。そうやってやってるところをですね、もう何年も使ってないこのかまど、この背景にある巨大なかまどが長年使われてなくて、 本来はそこにコルドロンが吊り下げてあるから、昔は使おうとしてたんだけども、もう何十年も使っていないっていうようなことになっています。コキリは魔法の力はだんだん弱くなってきたと時代のせいに、みたいにして言うんですけども、まあ本来はコルドロンでトカゲの目玉とかを三日三晩煮るっていうことをしなきゃいけない。そういう手間とかをめんどくさがって科学の力で楽をしてるから、本物の薬草の作り方がどんどんわからなくなってしまってるんですね。これなんで宮崎駿がこれを 書かなきゃいけなかったのか。原作にないエピソードなんですよ。で、コロドロも原作に出てこないから不要なんですね。でもなんでこれ書かなきゃいけなかったのかっていうと、やっぱりそれは宮崎駿にとってリアルな問題だからです。えー、つまり、その便利なコンピューターを使いこなして、実写のデータをサンプリングして、動物のリアルな動きっていうのも、実際の動物の動画からサンプリングして、書くようなアニメーターがどん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 多くなってくると。 で、その分、子供の頃からのスケッチの分量が、スケッチの訓練の分量が不足して、四本足の動物をですね、描いてもデッサンが狂ってしまう。まあ、そういう、ちゃんとした日常にも描けないと。そんな、現代のアニメーターっていうのをですね、宮崎駿はその若手のアニメーターと接することを見てるわけですね。で、それが、その、危機の母親小霧の、まあ、正体というのかな、表すものなんですよ。それは、時代のせいっていうふうに人は言うし、 いやもう最近はビデオ世代だからしょうがないですよ。最近は CG の世代だからしょうがないんですよって言うんですけど、宮崎駿は自分たちが投影動画の時代から、つまり夏空の時代とか、あの時代から一子壮伝みたいにして受け継いできたアニメーションの技法っていうのが、 すごい勢いで失われていくのを見てるわけですね。1989年っていうのはちょうどその裸期にあったわけです。だからあの、ジブリファンの優しい観客にはまるで、このお母さん、小切っていうのは理想のお母さんみたいに書いてあるんですよ。優しくて素晴らしい母親みたいに見えてるんですけれども、しかし宮崎駿っていうですね、やっぱり魔女の系譜、魔法使いの系譜にいる、 職人にとってはですね、お母さん小きりのですね、職人としてのダメさ加減ですね、を十分に承知していると。で、キキのお父さんきいのはですね、娘が旅立つ時にですね、辛かったらいつでも帰っておいでっていうふうにですね、抱っこして辛かったらいつでもか帰っておいでっていうふうに言っちゃうんですけども、これもですね、宮崎駿はロマンアルバムというのがあるんですよね、マンション宅急便のロマンアルバムがあるんですけども、この中でですね、あの、そんなことを言う親は、 ろくなもんじゃねえっていうふうにこう、吐き捨ててるんですよ。つまり、僕らから見れば、辛かったらいつでも帰っておいでって言ってくれるお父さんとかですね。あとは、娘にですね、あんまり厳しく接せずに、私はあの、薬草と空を飛ぶことしかできなかったけど、あの、キキって子は結局空を飛ぶことしかできなくてって、そういうふうなお母さんって優しいいお母さんみたいに映るんですけども、それは、宮崎駿にとっては、そんなことを自分の子供に言っちゃうから、辛かったりしても帰っておいでなんて言っちゃうから、 子供はいつまでも成長できないんだっていうですね。まあ、ふうに言ってしまうんですね。だから、作家宮崎駿、アニメーター宮崎駿にとって危機の両親っていうのは、子供を甘やかす甘い現代の父親と母親なんですよ。だから、あの、宮崎駿がこの魔女の卓球の中で書こうとした世界っていうのは、自動的にこういうふうになります。まともに子育てもできないダメな両親育てられた女の子。その女の子は、もう自分のことしか考えられない。 自分が他の人に何ができるかより何をしてもらえるかばっかりを考えている。そんな甘ったれが一人で生きていけるようになるためには親を超えなければいけない。親を超えて踏ん張る話だと。だから苦労をいろいろすると。で、立派な魔女になる話じゃないんだと。これ立派な魔女になるのじゃなくて、まともな人間になる話なんだ。まともな人間になるために修行するっていう、こういう映画をですね、作ろうとしたんですね。だから、割とね、破天荒な、 アンチファンタジーなんですよ。宮崎駿は書こうとしたのは。本当にあの、なんだろう、ハリーポッターとまるで逆なんですね。魔法使い説の成長ではなくて、人間としての成長を書こうとしてるんですけども。だからこそラストでこの、ジジはききともう話さなくなるんですけど。で、さっき話したですね。じゃあ、この親が毒親かと、いわゆる宮崎駿はダメな両親というふうに言ってるんですけども、書き方はどうかっていうとですね、まともに子育てもできないダメな両親に育てられた自分のことしか考えられない甘ったれが、 一人で生きていくようになるっていうのって、実はね、千と千尋の神隠しと同じ構造なんですよね。宮崎駿は実はこの魔女の宅急便で通じてると思ったんですよ。このテーマで書いたんですよ。千と千尋と基本的なテーマ同じなんですね。 だから、ダメな両親に育てられた甘ったれな女の子が厳しい場所へ修行することによって人間的に成長して問題が解決していくっていうのは全く同じ構造なんですけども、千と千尋では伝わるわけなんですよ。あそこまで書かなきゃ伝わらないと。でマジの卓球便でも伝わると。見てる大人には、 同じ大人としてこの親のダメっぷりわかりますよねっていうふうに言ってるつもりなんですけど、全く伝わってなかったから、だったらもっと親を嫌なやつに設定して、で、極端に、で、もっと最初に出てくる危機じゃなくて、千尋の方はもう車の中でぐちゃ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 やって言って何でもかんでも嫌だ嫌だっていうような正確にすれば大丈夫だというふうに思って、やり直ししたのは先頭千尋なんです。同じもののパターン替えとして作ってるんですけども、ちょっと見えにくい 機器、えー、両手を広げてお父さんって呼びかけるんですね。高い高いしてっていうふうに小さい時みたいにと言うと。そうすると父親がですね、えー、瞬時にキキの気持ちを、えー、分かって元気よくっていうで手を広げるんですね。この瞬時にキキの気持ちをが分かったっていうふうに書いてるんですけどもですね、キキを抱っこして高い高いっていうするシーン、ね、ぐるぐる回るシーンがですね、割と長いんですね。 これね、なんでこのシーンあるのかなんでこの高い高いするシーンが必要だったのかこれもやっぱその映像でしか説明されないんですけども、このシーンにね、あの宮崎駿の、まあ、キャラクターに対する愛情と、あと、現代に対する主張と両方入ってるんですよ。なんで高い高いなのかなんですよ。抱っこじゃなくて。それはね、キキは、こっから先魔法で空を飛ぶことになるんですね。自分の自力で空を飛ぶことになるんですけど、キキが望んでるのは、パパの力で、 高い高いしてもらうことなんですよね。自分の娘は空を飛んで知らない街に行くことを不安がってる。そうじゃなくて、パパの力で空を飛びたい、高い高いしてほしいのっていうふうに子供帰りしてるんですよ。で、それをお父さんが分かって高い高いしてあげるわけですね。で、そんな甘えん坊のキキもやっぱり宮崎駿は可愛いと思っちゃうからお父さんっていうシーンがすごい可愛くなっちゃうし、あとそのついつい甘やかしてしまうキキの父親もやっぱ宮崎はやっぱ大好きなんですよね。でも、 この、いわゆる優しさに包まれる、エンディングテーマの優しさに包まれたならみたいな愛情が、こういう愛情が危機をダメな、してしまう。大人になれなくしてしまう。なので、これさっきから僕が言ってるのはですね、妄想みたいに聞くかもわかりませんけども、実はこれ伏線なんですよ。この高い高いシーンっていうのは、中盤の落ち込みのですね、伏線になっています。どんな伏線かっていうとですね、 コリコの町にですね、最終的に、あの、キキは修行に出て、で、雨の日にですね、無理して配達をすることでですね、あの、キキは風邪をひいてしまうんですね。で、お園さんがですね、つまり世話になってるパン屋のおかみさんです。おかみさんが見、見舞いに来てくれるんですね。で見舞いに来て、ミルク貝を作ってあげるよって言って、ミルク貝を作ってくれるんですね。お園さんはですね、お粥を作って、まあ、よそってくれて置いとくんですけれども、夫婦して食べさせてくれるわけではないですね。甘い親みたいな夫婦して、はい、食べなって言うんじゃなくて、 ちゃんと、あのー、食べなきゃダメよって言って、そのまま部屋をそっけなく出ていくんですよ。で、それに対してですね、キキは思わず声をかけてしまうんですね。おそのさん、お父さんっていう時の口調と同じなんですよ。おそのさんって相手の名前を言うだけなんですよ。そうすると、おそのさんが一瞬止まって振り返って、なんだいって答えるんですね。んって聞くんです。そうすると、キキは、うーん、なんでもないっていうふうに言えるんですよ。この、 これ、キキがね、うん、なんでもないって言えたのがも大進歩なんですよ。本当はキキはもうちょっとここにいてっていうふうに言いたかったんですね。何か不安になった時にお父さんに抱っこして高い高いしてっていうのと同じように、自分が一番不安な時にもう少しここにいてっていうふうに言いたかったのを飲み込めたんですよね。これがもうキキにとっての大進歩、成長なんですよ。で 親以外の他人の行為を受け止めて感謝できて、でだからといって甘えてですね、もうちょっとここにいてというふうに、なんとかこらえて言わなかったと。で、このお園さんもですね、この時のこの絶妙な距離というのは何かこの時にね、あの、お園さんって言った瞬間にお園一歩下がるんですよ。戸口から一歩下がって、この危機のところへ戻ろうとしてくれるんですね。でもお園さんその位置で立ち止まってるんですよ。で、うんって答えると、これ何かというと、もうちょっとここにいてくれ、 っていうのを言いたいのを我慢しているキキの気持ちを気づかないふりしてくれてるんですよ、ね。この演技が本当にすごいタイミングです。だからお父さんと呼びかけたキキの気持ちを察してあげて甘えさせてあげてしまう父親とお園さんと呼びかけたキキの気持ちをあえて気づかないふりをしてスルーしてくれるお園さんです。この二つのシーンですね。お父さんとお園さんの それぞれのシーンが、ちゃんとね、その、伏線と回収になってるんですよね。あの、今時のこれアニメだったらですね、多分お園さんは甘えたいんだろういいんだよっていうふうに言っちゃうんですよ。セリフで言って。で、そういうふうに呼びかけて、キキはですね、泣きながらお園さんに抱きついていって、我慢しなくていいのにバカだねっていうふうにお園さん言っちゃうんですよね。で、それを見てると多分観客は泣けるんですよ。 でも、泣いた瞬間に、それは語る質になってしまうんですね。泣いた瞬間に心の中に引っかかるなくなって、危機は寂しかったんだということしか覚えてないんですよ。でも、この、おそのさんって言って、何でもないっていうふうな、このやりとりがあるからこそ、観客はそこで泣かずに、語る質に持っていかないんですね。宮崎駿が書きたいのは、やっぱ成長であって、 感動させることではないんですよね。感動を書きたいんではなくて、成長させることを書きたいと。だからなんであの親と離れて一人ぼっちで暮らさなきゃいけないのかっていうと、まあ、これは宮崎駿の主張ですよ。あの、キキの父親っていうのは甘えてくるキキを本当は一人暮らしするんだろう。もう子供じゃないんだからと。本当はお父さんって言った時に、高い高いしてっていう時に、お前もう子供じゃないんだろうっていうふうに、鈍感なふりをして、 笑い飛ばさなきゃいけないんですよね。でも、それができないんですよ。親子だから。自分の娘が大好きだから。で、そんな娘が大好きな父親というのは、やっぱり宮崎駿は描きたいんですよね。で、えー、でも、おそのはですね、その、甘えそうになる気持ちを、危機の気持ちをですね、スルーして見えないふりをしてくれると。それはやっぱ、親子じゃないからなんです。一歩踏み込んで、 別に親子じゃないからそこまでしてあの子は甘やかさなくてもいいじゃないかというふうにやっぱちょっと自分の中でブレーキがかかっちゃう遠慮もあるんですよね。だからこそ、だからこそですよ。人間というのは親から独立して暮らさなければいけない。でないと成長できないよ。あの、大人になれないよ。 親から独立して一人暮らしをするって、これが魔女の宅急便の大テーマであって、それはもうファンタジーでも何でもないんですよね。なかなかね、これね、現代の我々にとっては、2020年の我々にとっては、耳に痛いし、心にも痛いんですよね。この宮崎駿の主張は。なんかう、戦前に生まれたおっさんはやっぱり言うことが厳しいんですよね。そうは言われましても、まだ俺親の家にいるしっていう人は、多分見てる人いっぱいいると思うんですけども、 なんかこう、ビシビシ来るんですけども、ただですね、この宮崎駿の主張をですね、見えないふりをして逃げちゃうと、魔女宅っていうのはいきなり優しさに包まれてな、あの、スイーツなアニメになり下がってしまうんですよね。だからそれは子供の頃はスイーツなアニメとして楽しむっていうのは素晴らしい子だと思うんですけども、大人になってやっぱり見るときっていうのは、ちょっと大人の視点入れてみると、 ああ、なんか、登場人物に感情移入させるだけではなくて、割と見てる人に考えさせようという仕掛けがそっら中に張り巡らされている、かなりその高度なアニメだというふうなことが分かって楽しめると思います。キキの腕魔女の卓球日の主人公の女の子、キキのこの腕。この腕が太いっていう話なんですね。で、えー、っとですね。 これあの、スタジオジブリによるですね。まあ、誰が書いたかわかりませんけども、まあ、あの、いわゆる公式のやつですね。で、えー、しかしアメリカで公開されたですね、魔女の宅急便の機器のイラスト。これあの、ディズニーのですね、あの、クリエイターが書いたやつなんですままあ、これを真似して書いてるんですけども、腕が細いのわかりますかえっ、ー、とですね、 な、何て言うのかなまあ、ちょっと細い女の子として、危機を書いてるんですね。ところが、 あの、ジブリ公式版を見てるとですね、この機器の腕が明らかにちょっと太い。もうちょっと後でわかるようなイラストを出します。で、ウォールトディズニー社っていうのはですね、あの、スタジオジブリが作ったアニメの全ての配給権とビデオ化権っていうのを持っています。ということは、アメリカをはじめですね、世界中で日本以外で売る時にはですね、どのように宣伝するのかの、まあ、決定権を持ってるわけですね。で、あのー、 このパッケージ、これは VHS、アメリカに発売された VHS のイラストなんですけども、ジブリ社、ジブリではなくてディズニー社のクリエイターが書いたんですけども、この当時のですね、打ち合わせ資料というのがほとんど残ってないわ、残ってないんですよ。しかし、このスティーブン・アルバートさんっていう人が書いたですね、あの、我が輩は外人であるというですね、あの、スタジオジブリにアルバートさんがいた頃のですね、まあ、あの、本にその時のですね、揉め事が書いてあります。 で、その時にですね、そのディズニー社から、まあ、このイラストが出てきた、このイラストね、元イラストが出たらしいんですよ。で、それに対して、えー、交渉に行った鈴木としはですね、何ですかこれはと、という質問をしたと。なんでキキは、あの、左利きなんですか書いてあると。いや、そんなことないけど、なんでそう思うんだと。キキはいつも右手で絶対に、なんだろう、放棄のスティックを持っていると。で、そうでなければ振り落とされてしまうからだと。 で、あなたたちはなんで危機が空を飛ぶと思ってるんだと、放棄で空を飛ぶっていうのをどう考えてるんだっていうと、ディズニー社は、いや、魔法だろ魔法。そんな難しく考えることないよ。魔法だよっていうふうに言われて、で、鈴木敏夫は、我々のアニメをちゃんと見ていただきたい。と魔法というのは放棄にかかっているのであって、危機はその上になんとか体を乗せてるに違、あの、過ぎないと。だからいつも両手でしっかり持ってるし、 何かを片手で持たなきゃいけないときは絶対利き腕の右手で力を入れてると。だから利きの腕は膨らんでいると。力を入れているからだと。で、風で吹き飛ばされそうになるときはわざわざうちの会社の色指定が利きの腕を白く塗っていると。それはつまり何かと,いうと手が白くなるぐらいギュッと握ってるからだっていうふうに言ったんです。で、まあ、それがですね、ディズニー側になかなか伝わらない。魔法っていうのはファンタジーなもので、考えてみればそうなんですよ。アラジンも 魔法の絨毯に乗るとき、一番最初、あ、危うそうに、おーって乗るんですけど、その後はもう平気で乗っちゃうんですね。もうジャスミンと一緒に世界一周してるときも、軽々と思ってると。あの、ディズニーというのは、魔法をすごくうまく書くんですけど、魔法が作動しちゃったら、あとは思い通りっていうふうに、やっぱり子供向けっていう風に発想しちゃうんですね。しかし、宮崎駿、スタジオジブリっていうのは、自分たちが作っているものが、いつもファンから疑われると。だって、その、空を飛ぶにしてもですね、例えばその、 トトロがどんぐりを巻いたらですね、そこからどんどん目が出て膨らんでいくのに関してもあり得ないことだからこそ、その描写に関してはリアリティを追求しなければ、見ている人は真面目に見てもくれないっていうことを知っているんですね。そういうことを知り尽くしている日本のアニメの競争の中で生まれてきた作品なので、すごいリアリティをですね、求めるわけですね。で、あのー、なのでですね、その、 ジブリが書いたものが太いっていうのはですね、もうちょっとわかるようにですね、あの、本編の映像でチェックしてみましょう。これあの、魔女の卓球便のですね、本編で、えー、魔法使いの先輩とキキが並んで飛んでいるシーンです。だいたいね、冒頭10分ぐらいのところなんですけども、先輩の方が腕が細くて、キキの方が腕が太いのわかりますかで、 これど何かっていうと、この先輩は、放棄で飛ぶのに慣れてるからなんですね。放棄で飛ぶのに慣れてるから、もう力が最小限でいいんですよ。だから腕にそんなに力が入らない。ところが、キキは、この腕の関節から少し手首の方に下がったあたりに一番太いポイントがある。先輩違うんですよ。二の腕のあたりが太くて、手首のあたりにくれてだんだん細くなってる。しかし、キキは明らかにこの、 腕のですね、その関節近くのところに一番太いポイントがあると。これは何かっていうと、先輩に対してですね、キキが慣れてないからずっと握って緊張していると。で、これあの、この後で,ですね、キキと先輩とあの、お互いに近づいたり離れったりするシーンで、キキはですね、一回コード落ちちゃうんですね。つまり、魔力で、 飛ぶのがやっとだからですね、何かラジオを消すとかですね、その先輩に近づくっていうワークションの時に、一回必ずコードが落ちてしまって、それを上げながら行かなきゃいけない。ところが、この先輩はですね、この姿勢を保ったまま、スッと上に上昇することができるんですね。つまり、何かをする時に魔力が薄れないわけです。こういうところでですね、その魔力っていうもののリアリティというのを出してますですね。今回の動画はいかがでしたでしょうか ご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております。